お前らが赤点候補の問題児たちか。仕方ない。今日は特別授業だ。いいか、今からでも俺たちについてこれるようみっちり叩き込むから覚悟しろ。今日の特別授業を担当する上杉風太郎だ。親父の紹介で同級生の家庭教師をすることになったが、まさか一人じゃなかったとは。私たち五つ子の姉妹です。無事に全員卒業させることを条件に五つ子の家庭教師を引き受けることになったものの、赤点は取るわ、全然相手にされないまで大変だったな。これ見てください、英語の宿題全部間違えてました。しかもあいつらと来たら他の姉妹に成り代わって何度俺を騙してきたことやら。違うよ、だって髪の長さが違うもん。皆さんご迷惑おかけしました。中野さん。ちょっとしたドッキリです。五つ子ジョーク。そもそも試験前に突然合宿を始めるなんてありえませんよ。マジありえないから。どういうことだ。ついに出た。トッペルゲンカーだ。死にたくありません。お前まだここにいたのか。ん、早く行くぞミク。あ、ごめん。私もう公開とか早いよな。え、何が。イチカの映画の話。え、お前が昨日教えてくれたんだろ。そっか、ミクから。風太郎、教えてあげるね。イチカ、風太郎のこと好きだよ。すごくお似合いだと思う。私、応援するね。嘘だろ。でもあいつらといろんな時間を過ごしたおかげか、少しは見分けられるようになったぞ。それは今と同じウサちゃんリボン。お前四つ葉だろ。何のことか分かりません。私たちが誰が誰だか当ててみなさいよ。この鐘を二人で鳴らすとその男女は永遠に結ばれるだとよ。しかし家族旅行の最終日、あいつは一体誰だったんだ。いずれ見破ってやる。そんな個性あふれる五つ子たちを紹介しよう。まずは長女のイチカからだ。よく年上ぶって俺をからかうが、意外とドジなところもあるんだよな。ってどうしたの。おう、さっきアパートでね。そんなに痛くないから心配しなくても。やっぱドジだな。気をつけろよ。うん、こういうとこなんだろうな。これ以上好きになっちゃいけないのに。タマコには難しくてよくわからないのです。なんだよタマコちゃん。風太郎くん、恥ずかしいから見ないでくれるかな。けどあの問題児だらけの妹たちを引っ張るあたり、さすがは長女だ。私無理だ。ほーら喋らない。どれだけ大きくなっても四つ葉は妹なんだから、お姉ちゃんを頼ってくれないかな。全部嘘だよ。全部って全部。続いて次女のニノ。あんたなんかただの雇われ家庭教師。最初は喧嘩ばかりだったが、あいつは俺にその好意を持っているみたいだ。女心は分からん。シュークリーム作ろうと思うんだ。ニノ、先日は。待って、謝らないで。あんたは間違ってない。悪いのは私。ごめん。ニノ、そうです。お詫びを兼ねてこれを渡そうと思ってたんです。ん、この前ニノが見たがっていた映画の前売り券です。思い通りにいかないんだから。はあ、思いって誰に言ってんのよ。まったく嫌になるわ。あんたはずっとそうだったわね。ほんと最低最悪。あとはそうね、好きよ。あんたを好きって言ったのよ。
覚悟しててね、ふうくん。チュッ。次は三女のミク。私、はじめは何考えてるかよく分かんないやつだと思っていたが、だいぶ感情を出すようになって安心した。やっぱやめないで。自信を持って風太郎の生徒を卒業できたら、今度こそ好きって伝えるんだ。諦めたくない。公平に戦うことがこんなに怖いなんて思わなかった。もともと好きだから。戦国武将。戦国武将ってあんなおじさんが。甘すぎる。何やってんのよ。でもこの味、ニノがいなければ知らなかった。別に風太郎に会えるかもしれないから、前に迎えに来た記憶を頼りに少し遠回りしてこのお店まで来たわけじゃなくて、たまたま歩いてたら自然とこのお店に来ちゃったわけで。当たり。もっと知りたい、風太郎のこと全部。そして私のことも全部知ってほしい。そして四女の四つ葉だ。このクラスの学級長に立候補します。成績がなかなか上がらなくて本当に苦労した。でもこいつの人当たりの良さには随分助けられたっけな。もう休んでてください。私は平気です。私たちの見分け方はお母さんが昔言ってました。愛さえあれば自然とわかるって。まさかいつきもミクのサポートに来るなんてね。四つ葉、あなたが6年前に会った子だと本当に伝えなくていいんですか？伝える必要はない。私だけが分かってればいいんだよ。どれどれ。あ、上杉さん、クリームついてますよ。デートですよ、デート。それに実は私が姉妹で一番おバカなのです。みんな知ってる。お前がみんなの手を引いていくんだ。私、初めて報われた気がします。最後は五女の樹だ。教えてくれるまで睨み続けます。人一倍やる気もあるのに不器用すぎるんだあいつは。だが諦めずに努力する姿は俺も見習わないといけないな。お母さんが先生としてどんな仕事をしてたのか知りたいのです。あなたに教わったことを噛んでいるのですよ。感謝しています。お母さん、私、先生を目指します。ライハちゃん、これなんてどうでしょう。いつきさん、これはいくらなんでもアダルトすぎるよ。こ高校生ですからね。これくらい普通です。少し歩きませんか。今日は綺麗な満月ですね。あんなにカレーを爆食いしてたやつに風情を解かれたくないね。あ、そうです、ツーショット写真を撮りましょう、ここで。は？なんでだよ。やるなら早くしてくれ。はい、お手数おかけします。私はなんて大胆なことをしてるのでしょう。とまあ、あいつらと出会ってから俺は振り回されてばかりだが、最近それも悪くないと思っている。数々の試験勉強、花火大会、林間学校、年末年始やら共に過ごしてきた俺たちだが、高校最後のイベント文化祭でもいろいろと問題が山積みなようだ。そして俺自身もあいつらと向き合わないと。この選択をすることは正しかったのだろうか。そんなことを考えるにはあまりに短すぎた。最後の学校行事だ。無駄になんかしない。知ってる？カップル成立もこの3日間が多いんだって。やっぱ恋はせめてこそよね。学園祭の前に言っておきたいことがあって。上杉さんに認められただけで全てが報われる気がします。こんな簡単なことに気がつけたのはあなたがいたから。この6人でずっとこのままの関係でいられたらと願ってる。だが答えを出さなければいけないと思う。今日の全てが終わる頃、私たちは各々の思いを抱えたままあなたを待っています。私の気持ちは
ずっと変わらないから。風太郎は私にとって特別な人だから。お前の入室を許可した覚えはない。あいつが来てるぜ。こんなこと意味ないというのに。それなのに諦められない。がっかりされたくないんです。もう学園祭に来られないかもしれないから、今答えを聞いちゃダメかな。あいつらは常に全力投球だった。次は俺の番だ。映画五等分の花嫁。果たして俺の出す答えは。それは劇場で確かめてくれ。